いや、できないな。とりあえず回復欲しい。めっちゃ怖いわ。ポーション欲しいな。鏡やないかーい。Hello, what's up, guys? My name is Vian and welcome to my video. ということで、今回の動画は今話題のフォートナイトの新しい設定、レイトレーシングってやつを試していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。Let's go! ここに来ると、新しくレイトレーシングってやつがあるの。ちょっとね、一旦オフでちょっとフォートナイトやってみたいなと思って。で、途中からオンにして、違いを見ていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。Let's go! よーし、やりますか。ね、一番俺が行きたいのは、レイジーなんだよね。こっち行って、で、ここにね、レイジーの方にね、鏡があるんですよ。だから、それで今回のレイトレーシングで、どれぐらい俺がね、正直のところめっちゃ詳しいわけじゃないから、どれぐらい画質変わるのかがわからないんだけど、とりあえず一番の目、なんか、俺が気になってたのが、鏡に自分がしっかりと映るようになるみたいな。リアリティが追加されるらしいんだよね。だから、どこだっけ？ここは、ここの鏡だな、確か。今これこんな感じじゃん、画質。こんな感じで見えないんですよ、自分が。けど、レイトレーシングをつけると、ここで自分が見えるようになるらしい。そこら辺が楽しみだよね。今、新設定オフです。ジジイ。おう。ジジイ。ボーン。まずは90カット。からの。怖っ。怖いね。おお、ジジー。こっちのレイトレーシングの方なんですけど、まあ、とりあえずダイレクト12をつけなくちゃいけない。これつけます。そしたらこのレイトレーシングをオンにします。もう一回再起動だって。さてさて、レイトレーシングこれでついたかな。え、気のせい。これロビーもっと画質良くなってない？レイトレーシング、影オン、リフレクション、これ多分鏡の反射だろうね。で、アンビエントオクルージョン、オン、グローバルイルミネーション。もうこれ全部オンにするか。全部高いとオンにする。もう画質上げよう。これでどうだ。え、ちょがん、カクカクな気がする。もうそれ。え、待って、FPS60 なんだけど俺。なんで？めっちゃ落ちてるかも、FPS これ。すげえ落ちてるんだけど。さて、見てみますか。FPS。FPS では、画質。今のところ、パッと見すごいなんか粘土化してるけど。木とか、これがレイトレーシング？全てが粘土かみたいな。画質が全部粘土みたいなんだけど、やば。これがレイトレーシングですか、もしかして。すごい、すごいことになってる。やば、ドロドロしてる。あ、見て見て見て、あ、見て、自分がいる。見て、すごくないこれ。見て見て見て、影、すごい！見てください、これ。ちょっとこれ100人で写ってみたくない？写れんのかな？みんなでエモートしよう。そこに着地してエモートしようぜ。重くなりそう。いや、絶対重いって。あはは！すごいすごいすごい！めっちゃいる！やば！
えぐいえぐいえぐい、やべえぞこれ。で、みんなあそこの鏡に降りまーす。エモート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 だ、エモート。お、すごいすごいすごい、どんどん映ってるよ。やばいやばい、見て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 、みんなすごいすごい、エモートし、エモート。これでいこう。見て、全員鏡に映る、ちゃんと。すごくないこれ。すごいすごい、あ、鏡やってる誰かすげえ、全員鏡映るのやべえな。見てくださいこれ それにしても人多すぎでしょ、やばい、どんどん来てるやべえなマジで、鏡やべえわ。すごくないこれ。もうや、音がやむにやむ。ほら、これはこんな感じですね。で、これで、じゃ距離とか上げたらリフレクションの、え、もう奥まで映ってないこれ。低いにすると、あ、低いだと見えなくなるんだ。これが普通じゃん。普通だったらこんな感じで見えないんだよ、鏡って。スペックゲーで、中距離にすると初めてフィッシュスティックが顔を出す。で、高いにすると、さらに後ろ、ちょうど後ろの木ぐらいまでね、山も見えてるね、これ。後ろの雪山。で、最後に、最高が、最高と高いは変わらないのかな、多分。待って、俺がさ、もしさ、ここぐらいからさ、え、ほら、見えるじゃん、ちゃんと。すげえ。かわいい。で、これは？これは何？これ。これなんか変わった？色合い？あまりよくわからんな、違いが。だから、普通にプレイしたいなら中距離にして、これ全部オフにして、この状態でやっと 100fps 出るか出ないかぐらいだね。難しそう。レイトレーシングオンでのビクレめっちゃむずそう。そう、あともう一つが、これレイトレーシングつけてると、水を打つとですね、見てください。見てこれ。こういう感じで、この打ったところがポチャポチャンってなるんだよね。これまた上げたらどうなるんだろう、画質。最高にしよう。あ、変わんなかった。こんな感じでね、ポチャ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 ってなるんだよ。これもすごいよね、めちゃくちゃ。やばすぎ、ほんとに。という感じで、今回の動画はフォートナイトで新しく追加されたレイトレーシングでいろいろ試してみる動画でした。もうレイトレーシングすごいと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。